SF？ だが、ユオ、誰も触れないから、我が輩がユオ、卑猥だな。その着衣、体の線をくっきりと映し出す匠の技、露出部はほぼないことがなおのこと卑猥さを増している。見えざるがゆえの興奮を呼び起こす、言うなれば秘密の花園といったところ。卑猥条例に抵触するほど卑猥。めっちゃモンスターにあるまじき分析をしてくるじゃないですか。ええ、神々の言う変態紳士的な香りがします。というか、冷静沈着天然キャラのくせにそんなドスケベスーツを着て恥を知らないんですか？ねえねえ、今どんな気持ち？主審に強要されてる以上のドインラン水着着てどんな気持ち？いきなりセクハラマシーンになった？これも魔力暴走の余波？私って意外に気痩せするタイプみたいなアピール？ちょっとあざといって思わない？あなただって上着一枚しか着てない。確かに、これを人類に置き換えたら、ただの変質者です！我々は一応モンスターなので。下、何も履いてない！まさに正論！毛皮はズボンに入らないんですね！あなたも十分盗作なさっているような。いきなり木娘みたいな声出して逃げました？さっきまで我が輩とか言ってたくせに。論破。一応アルルはメスですので。えー